星が出てるんだけど、さすがに動画じゃ厳しいかな。静止画で、肉眼だとすごい。ちょっと静止画で行ってみるか。iPhone のナイトモードで。意外に映ったので、忘れなければ、このクリップの前に静止画貼っていると思います。もうね、日が変わってしまって、本日は9月の25日、日曜日。なかなか厳しい、撮影には厳しいけど、東武公園、小学の時よく遊んでた。懐かしすぎ。これ懐かしい、この滑り台。これ遊んでたよな、小学の時。夏い、この滑り台。さすがに。13プロの暗所性能でもダメだ。うわ、全然人も車もいることはいた。お、ここの自分が携帯契約した時に行ったドコモは14プロ、プロマックス、14全部売ってるみたいですね。あれ14プラスはまだ発売になってないんだっけ。多分10月の半ばぐらいだった記憶があるんですけどね。14、ま、あのプラスの、プロモデルじゃないけど、6.7 インチの大きいモデルは多分10月の17日だった気がするんですよね、記憶では。ちなみになんだっけ、アップルウォッチウルトラだっけかな、がやっぱ大きいドラルコ。アップルウォッチウルトラが23日だから一昨日かなに発売されたらしく、予約してた人たちが続々とね、製品が手元に届き始めて、いろんな人がレビューしてますね。というかやばい、アップルウォッチ充電切れちゃった。昨日の、おとといだな。おとといの、風呂に入ってる時に充電して、もうだから、今ね、日付が変わって、もう3時ぐらいになっちゃったんですけど、完全に24時間だから、どうだろうね。30時間ぐらい充電してないんで、さすがに持たなかった。24時間は持つんだけど。というかどのタイミングで貼り付けてるかわからないですけど、めちゃくちゃ今ね、ちょっとさすがに動画だと映んないですけど、星がめちゃくちゃ綺麗だったので、静止画でね、この iPhone 13 Pro のこのナイトモード機能を使って撮ってみたらね、最初なんかどのタイミングでこの動画に貼り付けてるかわかんないけど、最初の2枚ぐらい超広角で撮ったんですよね。結構範囲が広かったから、まあ、超広角でも映ったことは映ったんですけど、まあどうだろうな、まあ映ってることは映ってるんだけど、あんまりくっきりしなくて、なんかノイズ的な感じの点にも、見えてきちゃうみたいなレベルの映り込み、映り方だったんですけど、あとの2枚か、最初の2枚が超広角っていうのは、もうあれなんですけれども、その、3枚目以降が多分全部、広角レンズ、普通のメインカメラで撮影した、写真なんですけれども、めちゃめちゃ綺麗に映りますね。びっくりしましたよ。よく星の撮れるカメラはものすごい性能いいなんて言われますけれども、それがもう携帯電話でも実現できる、時代が来てしまったと。ですね、そうだな、多分メインカメラで撮った1枚目が多分ナイトモード、3秒のナイトモードで撮ったんですが、広角カメラ2番目の、写真が10秒のナイトモードで撮ってみたんですよね。10秒ってなかなかできなくて、もうそこそこもうなんか結
構ね暗い明かりのない場所でもせいぜい7秒とかなんですよ。だから10秒って相当長いですよ。もう本当にね夜空なんてもう真っ暗に近いんで、もう多分最大ですよね10秒。10秒のナイトモードで撮ってみたらもうこれ宇宙の図鑑に載せられるんじゃないかっていう映像が撮れましたね。まあ広角多分この動画に貼り付けてる順番で言うと全体で言うと4枚目で、まあ分かるようにテロップ入れとき、分かるようにテロップ入れとくと思いますけど、全体で4番目、広角カメラの、撮影した映像では2番目に貼り付けてありますので、いやー、あやもすごいですね。あら、なんかここにおしゃれな、なんだろうな、洋風な建物が建ってたんですけど壊されてます。やっぱあれですね、建物がなくなった後の敷地ってめっちゃ狭く感じますよね。これね、こんな狭いとこにあんなでかいビル建てたんだっていう、すごいですね。建てる時もそうですよね、家とか建てる時にこんな狭い敷地にそんなでかい家建つのかなと思うと意外と建っちゃうもんで、で壊してみると意外と狭い土地だったっていう、そういうのありますよね。さてさて、今はね何をやってるかというと友達とね遊んでたんですよね。最初昨日も遊んだ友人と昨日あれだな、正確に言うと弟いいかな、遊んでた友人と遊んで、まあちょっと夕飯食べつつちょっとフラフラしてて、で何人か友達が集まってね、っていうか自分がね今回滞在がめっちゃ短くて、この地元滞在がめっちゃ短くて3泊4日だったんですよ。なので、なかなかその本当このままの調子でいけばその一人の友達にしか会わないはずだったんですが、まあみんなんかいろいろ周りの友達とか、あといつもよくよく二人で散歩してる友達とかがまだ今回地元に帰ってきて会ってないということで、会ってくれて今ちょっと歩きながらいろいろ話してたりとか、ちょっとなんか食べながらほっつき歩ったりしておりまして、アップルウォッチ使えないのめっちゃ不便すぎるこれ。普通に使えてる時は何ともないけど、いざ使えなくなると重要性がわかる。多分今3時ぐらいかな、わからない時間が。これ iPhone 撮ってると見れないからね時間。なんでちょっととりあえず今実家に戻りまして仮眠を取ろうと思います。明日もね朝早くはないんですけど、おそらくね、そう明日じゃないですね、もう今日なんです。今日9月25日にもう仙台の方に帰るんですけど、多分そうバスとかで帰るんじゃなくて、今回に関しては家族が送ってってくれるので、まあその点に関しては楽なんですけど、あれです、そのこっちを出発するのがだいたい多分12時とかそのぐらいだと思うので、まあそんなに朝早く起きる必要っていうのはないんですけど、ちょっといろいろねこっちでしか買えないものを買い物したり、ちょっといろいろ散歩してる場所もあるので、なんでちょっと朝早めに起きて散歩しようかなと思います。でそのね多分ね散歩するとね、この今のクリップとその散歩するとね、また長くなると思うんで、多分この Vlog に関してはその朝の散歩というか、その仙台に帰る時の Vlog はまた別の動画にしようかなと思います。本当に1時間とか超えてしまうので、だからおそらくこの Vlog では仙台に帰る前のまあこの後実家にこのまま帰って、で朝起きてちょっと散歩したり買い物とかしたりして、いろいろ最終的な荷造りをして実家から出発する前までお送りしたいと思います。次の Vlog では予定通り行けば実家を出発して、そっからなんかね喜多方でラーメンでも食べていこうかみたいないつものパターンになってるので、その様子とか、あとその喜多方のルートであればあれですね、浦磐梯の方を通って福島の方に行って、でそっから高速で仙台に行くと
というような感じになると思います。あの浦磐梯行って、猪苗代に行って土湯の方を通って福島に行って、でそこから高速で仙台に行くと、このいつも通りの仙台に帰る、パターンになると思いますが、まあそれちょっと別撮りで行きます。ほんと散歩しちゃうと長くなるんで、ちょっとね最終日の朝はちょっとね、あのあっちの扇町の方を散歩したいなと思ってて、あの鶴ヶ城にはねもう行けたので、ちょっとその扇町の方とかあれですね、あっちの方、こっちに、こっちから離れてから行ってないんで、あそこら辺も結構景色綺麗だったり思い出があるんで、ちょっと散歩したいんですが、まあちょっと明るくなったらやろうかなと思います。とりあえず実家に帰って仮眠を取っていきたいと思います。街中に来ても意外に星は見えますが、今日が東山ではないな、あそこら辺は仙石かな、仙石の方を友達と散歩してたんですが、めちゃくちゃ星が綺麗でみんなで見てたんですよね。いやいいですね。やっぱ仙台はどうなんだろうね、あんま夜歩いたことないけど、あの都会で星は見えるのか、まあ、なんかねこの時間だったら見えそうな気がしますけどね。ちょっとね街中来てから少し撮影してみましたけど、ちょっとあれですね、少しでもこういう街灯の明かりとかがあると、これあの街灯が別に画角に入ってなくてもこう分かりますかね、なんか光の周りに、光源の周りに線が見えるのが分かりますかね、ああいう線というか、なんかぼやみたいな感じ、そのぼやが映り込んでしまって変な映り込みが起こってしまうんで、本当にね少しでも光あると、あのちょっとあれですね、これ分かりますかね、こう光源を画角からこう外したとしても、ここら辺にほら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 ぼや的なやつが映り込んでしまうじゃないですか。だからもう本当にね、あの星とか撮るときは星が見えたとしても街の中ではあんま撮んない方がっていうか、郊外の方が綺麗に映るんじゃないかと思います。たとえ肉眼で見えたとしても、そのいらない光を排除するまでの性能がやっぱりねまだカメラにはないので、まあ、やっぱそういうところを加味すると人間の目の方が、まあ、当たり前のことですけどね、そもそも仕組みが違うし、まあでも確かに iPhone すごいわ。他の Android とかそういうのではなんかギャラクシーとか撮れそうな気がしますけどね、星がでもどうなのか、もう常識なのかね、今の時代ほとんどのスマホで撮れるのかな。ちょっと iPhone しか使ったことないから分かんないけど、あちなみになんか家族があのすごいめっちゃ前のエクスペリア使ってて、もう本当に再起動もできないぐらい、ちょっと詳細が分かんないですけど、本当に途中で動作停止したりとか、まともになんか LINE の起動に30分かかるようなスマホを使ってたんですが、あのなんだっけ、ギャラクシーの A53 だかなんだかっていう機種を買って、なんかすごい安いのに iPhone 同等の性能があるみたいなの買ったみたいなんで、ちょっとそれ楽しみですね。あの明日納品されるみたいなんで、今回は見ることできないですけど、なんか新名通りの方もそうだったけど、ああそうか、これ会津祭りの時の交通止めの名残ですね。まだ片付けられなくていろんなところに置いてありますね。よいしょよいしょよいしょ、あれ多分こっちまでは来なかったのかな、行列。そうですよね、多分新名堂、あ結構ねあの規模が今回会津祭り短縮されてて、本当はねここのうちの前のこの斜めに通ってる通りまであの反抗行列が来てね、これうちから出てすぐ行列見れたんだけど、今回は新名通りのところまでしか来なくて、本当はあれ多分新名通りずっと今歩ってきたとこ行列通るんですけど、もうだからあの距離的には3分の1ぐらいに今回なっちゃったので、まあなんか余計に人が過密してた気もしますけど、まあでも見れてよかったです。
さすがにこの時間は暗かった。お、なんかすごい明るい星が。星あんま詳しくないけど、なんだろう。いやー、やっと充電できる。さすがに30時間は無理でした。24時間は普通に持ちますよ。OK。
わ涼しい。今の気温15度です。ということでさっきから2時間か2時間半ぐらい経ってちょっと休憩したので散歩再び行っていきたいと思います。いやね自分の部屋のベランダのところに椅子を置いてそこでずっと明るくなるのを眺めておりまして、めちゃくちゃ気持ちよかったです。本当はなんか外でゆっくりするの好きなんでベランダがある部屋をが良かったんですけれども、その条件で物件探したんですけれども、会ったことあったんですけど今住んでる物件が特別広くて、ベランダがある部屋はなんか大体8畳ぐらいで、なんか廊下にキッチンがあるみたいな感じだったんですけれども、あの部屋が結構キッチンが広めでカウンターキッチンで、まあ部屋も一室も11畳か12畳かあるっていうことであそこにしちゃったんですけど、やっぱベランダある家いいですね。ちょっと次回はベランダのある家でなんか椅子とかテーブルとか置いてちょっと外で、まあ、ゆっくりできるぐらいのスペースがちょっと欲しいです。そうそうそう、今日はこれ持ってきました、グリップ。ちょっと散歩動画の時にねこう長くスマホ持って撮影してると疲れるので、この先っぽにオランジのスマホクランプがついてまして、これスマホ挟み込むことができるやつ。これなんかバネ式とかじゃなくてちゃんとネジで締め込むタイプのやつなんで絶対落ちないってやつ。そして、クロスツアーのグリップというか、これねこうやって伸びるんですよ。こうやってで一応自撮り棒的な感じになって距離を稼いだりすることできるんですけれども、普通に撮るときはこんな感じで一番短くして、ここグリップになるんですよ。なんでここにスマホをクランプしてこのグリップで持つと、で若干こうやって角度つけた方がいいんですよ。で、まあ、こんな感じで持って撮影すると、この方がねスマホのこの平べったいスマホのね撮影するときは側面の1センチぐらいの部分をもうつまんでるような感じで撮るじゃないですか、スマホって。それが短時間だったらいいんだけど長時間だと疲れて、で疲れてくると手ぶれひどくなったりとかするので、これはねがっしり握ってこうやって撮れるんですごいいいですよ。こういう装備使うのおすすめです。しかもこれホットシューがついてるからマイクとかも使えます、これだと。はい、ということで今グリップにつけて、ちょっと待ってこうか、グリップにつけて撮影しておりますが、特に皆さんが見てる映像そこまで変わりないと思いますけど、正直撮ってて楽かっていうのがもうちょっと角度、あ、これでいいかな。正直撮ってて楽かっていうのが大事なんで、あ、これ結構楽だな。でもちょっと待って、微調整がまだ必要。お、これでいい感じかな。結構手ぶれとかも抑えられてるんじゃないでしょうかね。めちゃくちゃこれ撮ってて楽ですね。うん、やっぱねスマホ本当にスマホはコンパクトさを重視して作られてるデバイスなんで、本当にだから一眼レフとかだとちゃんとグリップがついてるじゃないですか。でもスマホに関してはついてないので、もう本当にこの側面の1センチぐらいの厚みのところをうまく指でつまんで撮るしかないんですけど、まあそれめっちゃ大変なんでね、これめっちゃ握れるし、ちゃんとスポンジ的なのもついてるんで手も痛くならないっていう、めちゃくちゃいい、快適に撮れますこれ。そう、あと自撮りするときとか今スマホを持って撮影してますけど、距離がこのぐらいでインカメって画角が狭くて全然これだと距離が稼げないですけど、だから顔がめちゃくちゃ近くなっちゃうんですけど、こんな感じで伸ばすと距離が稼げる。これ半分ぐらい、まあ、全開にする必要はないと思うけど、全開にするとこんな、だから背景と一緒に、でもあんま話すと声が取れなくなっちゃうからあれだけど、そこはバランス見て
ですね。そう、この大町中央公園っていう公園、これはあの子供の時よく来てた公園なんですけど、ここにあのでかい風船じゃない、噴水があったんですけど、あのついこの前撤去されて、さら地というか芝生になってますね。これはこの芝生のところいっぱいぐらいにすごいでっかいコンクリートで出てきた噴水があったんですけど、それがもう錆びれまくってて、出てるのが一回も見たことないっていうようなあのやつで、いや一回もはないな、あの二三回はね、なんか盛大に吹き出してるとこ見たことあるんですけど、もうほとんどそれも見なくて、もう本当に水が緑色になってて、もう本当にあの噴水の設備とかも生きてるのか分かんないような状態だったんですよね。でもう本当にね、あのただもう本当に水も茶色くなってるし、もうなんかあのコンクリートもすごい真っ黒になって、めちゃくちゃね、あのなんていうんでしょう、錆びれ感が満載だったんですけれども、完全にあの撤去されて芝生になってました。この方がね、確かに開放感はありますね。噴水もなんかちゃんと噴水が出てればいいんだろうけど、でもこの方が開放感ありますね。この公園意外にね広くて、ここにベンチが何個かあったりとかと、あとそこになんか小屋ではないですけど、これちょっと角度あれですね、このあのグリップとスマホのクランプのところの角度が難しいですね。これ持ち方によって変わるから、ちょっとこれはいい感じの角度を見つけないと、ほらちょっと今下目になっちゃってるから、ちょっとこれはちょっとあれですね、あのいい感じのポジションを見つけないと、ちょっと今気づいたのが、これ下若干こうこんな感じで下向きになっちゃう癖があるので、角度を結構思いっきりつけてっていう風にやるといいのかな。ここもなんか前はなんかただの白いあの小屋というかだったんですけど、こんな感じでなんか木組みがされてて、ここになんか本とかが置いてあるんですよね。大町パークボックス、こんな感じでいいっすよね。そう、なんか放火があったらしいですよね、ここ怖いっすよね。なんかここに放火はできたそう。どこが燃やされたと、まあ燃やされたところは撤去されてると思うけど、なんかこんな感じで燃やされてるみたいですね。ひどいですね。よいしょ。でなんかあっちがあの遊具とかある公園で、こっち側がなんかベンチとかあるような感じの公園なんですよね。なんかあのエリアが分かれてるっていう。いや懐かしいな。ここにあのよくあの子供の時、あのもう十何年前ですけど、こっちに住んでる祖母と一緒によく遊びに来たりしてたんですよね。やっぱ下向く癖あるな。ちょっとこの地面と空の対比をちょっと見ながらですね、若干やっぱ下向きになっちゃう癖があるから、もうほんとこれ今ね、あの角度的にはあの90度、60度ぐらいの角度になってるんで、結構急角度にした方が、これあれですね、グリップって意外にこう縦向きに持つんじゃなくて、意外と前に突き出すような、あの自分の場合はですけど、なんか前に突き出すような横向きで持った方が結構持ちやすいんで、でもどうだろう、一回縦でやってみるか、こうか、ちょっとこれ意外に難しいな、意外に慣れるまで大変かもしれない。
ーすごい。もうこの明るさだったら超広角でもノイズのならないかな。もうちょっとね、アップルはあの超広角の画質を上げてほしいんですけどね。なんかやっぱりあのてかあのスマホで見られてる方はもうほぼわかんないと思うんですけど、あの PC とかの大画面で見るとやっぱりなんか解像感が低かったりノイズが結構乗ってたりするんですよね、超広角これ。うん、なんで例えばここら辺に映ってる建物とかがやっぱちょっと解像感低かったりするんですよね。でも本当に暗いとノイズが乗っちゃったりとかそういう感じなんで、ちょっとねもうあの暗所では超広角使わないことにしたんですよ。暗所ではまあせっかくはこれ暗所性能上がったメインカメラの方がいいんでね。やっぱちょっとなんかグリップの部分がちょっと細く感じてみたな、きたな。なんでちょっとこのグリップもうちょっと太くてもいいかもしれない。なんかちょっと今度改造してみますか。ちょっと最近使ってなかった超広角カメラ運用でいきますか。まあ確かにちょっと解像感は劣化するんですけど、やっぱりたまに超広角が使いたくなるんですよね。全然画角がこれ違うから。あと超広角にした時のこれ手ブレとかはどうでしょう。ちょっとあれだな、グリップこれ改造した方がいいかもしれないですね。ちょっとこのあの平べったいのがやっぱちょっとあのなんて言うんでしょうね、あの握るときにちょっと握り心地悪かったりとか、もう少し太い方がいいなと思ったりするんで、グリップはちょっと今度改造するかもしれないですね。まあでも物としてすごいこれいい製品なんですけどね。あ、ちなみに今あの撮った映像をちょっと再生してみましたけど、意外にブレてないですね。なんか結構あのこのプレビューしてる時点では結構手ブレしてるんですけど、結構後処理で補正されてる感があって、結構滑らかな映像が撮れてたんですけど、今日滑舌悪いな。まあちょっと今日はなんか視野をもう広く撮りたいことですし、超広角カメラ運用でいきます、この散歩は。でやっぱちょっと解像感とか落ちるかもしれないですけど、まあでもスマホとかあの iPad とかで見る分には多分そこまで画質の劣化わかんないと思うので全然問題はないと思います。まあ、やっぱね あの超広角本当に暗所性能を上げてほしいところですね。本当にちょっとでも暗いとノイズが乗ってしまうんで、暗いとこあったらあれですね、ノーマルの広角カメラに変更するというような感じでいきたいと思います。あそこの居酒屋も昔結構家族と行ってたんですけど、もうなんか完全に看板が取り外されてしまって、多分もうやってないのかな。でもなんかメニューが書いてあるんですよね。だからあれ何なんだろうなと思って。あれですか、入荷中ですか、リオンドール。リオンドールは本当にあのコスパが良くていいんですよね。会津にしかないのがあれなくらい、全国チェーンにしてほしいです。あ、完全にあそこの居酒屋のとこはなんかよく見たらテナント募集みたいな感じにの張り紙が貼ってあったんで、もう完全に今あの建物は何も入ってない感じですね。あのメニューとかは何なんでしょうね。あれはメニューではないのかな。まあ新しい店舗が入ったら入り替えるのかもしれないですけど。そう、そして今日はすごい天気が快晴らしく、なんかこっちの方の空がすごい青くなってきてますね。なんかこっちはなんかすごい曇ってるんですけど、なんか今出てきたあたりがなんかすごい曇ってた時間で、あの日の出の時はあの結構なんか雲が少なかったんですけど、なんかちょうどあの出てきたどうだろうな、6時から6時半の間くらいがすごい雲多かったんですよね。まだ全然車通りがない。
そっか、日曜日だからな、今日。そんなに、みんな仕事もないだろうし、そんなに出てこないのか。ちょっと、ここ行きます。あ、今日はルートはね、考えております。大木町の方とか、あとなんだろうね、あ、まあ、あれですね、町北の方とかを歩きたいなと思いますね。こっち方面もこっちに住んでた時の散歩コースに入ってたんですけど、こっち離れたから一回も行ってないんで、まあちょっといいかなというふうに思って、よくね飯盛山の方とかは行くんですよ、近いですし。てか昨日の夜行ったから、あ、てかそうだ、アーマンジュとか買って行きたいから多分飯盛山には行くと思います。で、今がちょっと、こっちの北の方に、町の北の方に進んでますけど、こっちも結構散歩コースになってて、よく歩ってたところなんですよね。あれだね、去年の夏あたりかな、よく歩ってたコースです。はい、いやー、まあいいですね、空気がすごいこの時間澄んでて気持ちいいです。とりあえずあれだな、今、家族に、朝飯が何時か聞いて、ちょっとその時間まで、今だいたい6時49分なんで、ちょっと朝飯前の散歩ということで、で、ちょっと朝飯食べ終わったら、ちょっとその飯盛山の方に行ってみたいと思います。そう、ここはね、教習所に通ってた時の、歩くコースになってましたね。その時結構ね、すごい、教習所行き始めたのが11月ぐらいで、もう2月ぐらいまでかけて行ってたので、一番雪多い時期だったんですよね。なんで、自転車が使えないんで、ずーっとこうやって歩いて行ってましたね。まあもちろん、免許を持ってないから車では行けないから、これずっと毎日、冬休みとかなんかめちゃくちゃね、免許をね早く取りたくて、めちゃくちゃスケジュールを入れたので、ほぼ毎日多分 4,5 時間とかあったんですよね。 4,5 コマがあって、ここ歩いて通ってましたね。いやー、でもね、あの時期に教習したのは正解だったと思いますよ。結構雪道とか運転できるんで、いざという時というか、結構ねこっち凍ったりするんで、まあその経験を教習してるうちにできるのはいいんじゃないかなと思うんで、結構冬場に教習するのは、受けるのはおすすめなんじゃないかなと思いますね。なかなか別に雪道教習って別に項目というか科目というかに入ってるわけじゃないし、でも結構危険なんで、結構もうここら辺も路面が真っ白になって轍ちができてっていう感じになってたんですけれども、まあ、そこを結構、まあ、すごい難易度高いですけど、まあ、なんか一人でやるよりはなんか誰かね、まあ、プロの人が隣にいてもらった方が安全にできるんで、しかもそこをマニュアルでやったりとか、坂道教習とかもね、なんか雪の方が結構加減難しかったりとかしたりとかして、まあいい練習になったんで、まあ、別にわざと雪の時にやってたってわけじゃなくて、一通りなんか一括りいろんなことがして暇が空いたのが冬っていうだけだったんですけど、ここ歩いて通ってましたね。とアップルウォッチを買い立てて、すごいなんだっけ、ウォーキングのワークアウトとかで歩数とかペースとか測ってってやってたんですけど、最近全然やってないなアップルウォッチのワークアウト、走る時とかやってるけど、なんかアップルウォッチのワークアウト機能、計測機能全然使ってないですね。っていうか、これこのグリップの恩恵があるのかわかんないですけど、なんか結構今これプレビューだと結構映像がブレブレなんですけど、
撮ったやつを見てみると意外にあの後処理で手ブレ補正というかがかかってるのか、全然あの揺れてなくて滑らかな映像なんですよね。なんで結構なんか雑味とは言わないですけど、なんか別に撮ってる時は気にせず、あの手ブレとか気にせず、なんかこうさらっと撮っても意外にこう手ブレ補正してくれて、今も結構あのプレビューだと揺れてるんですけど、これ結構全然あの撮れた映像を見てみたら全然ブレてなかったので、まああのもちろんこの状態でもあのしっかり手ブレ補正かかってると思いますけれども、プラス後処理で手ブレ補正もかけてるから、だから二重の手ブレ補正みたいな感じになってるんですかね。でもこれはあれなのかな、結構グリップのおかげなのかもしれませんけど、結構ねあの手で拾った手ブレというか、結構ね手ブレが本当にひどい人なので、まあ、確かにねグリップにつけた方が手ブレは抑えられるんですよね。で抑えられた上にこの iPhone のあのまあ撮影してる時の手ブレ補正と後処理の手ブレ補正がダブルでかかってるんで、まあ、多分映像を見てる限りはめちゃくちゃこれ滑らかな映像が撮れてるんじゃないかなと思いますね。まあ、超広角だからっていうのも、視野が広いからそもそもあのブレが目立たないっていうのはあるかもしれないですけど、まあ、めちゃくちゃいいっすねこれ。そうだ、あのここの直売所にいつもあのお茶と食べてる大好物のしみ餅が売ってるんですけど、営業時間9時半からだからまだまだ開かないっすね。さすがに今買い物する時間には早すぎますよね、まだ7時なんで。あの標識すごい曲がり方してるな、ぶつかったのか、まあそれしかないだろうな。ちょっと喉渇いたんでセブンで飲み物調達、ドデカミンゲット、うまい、カフェイン摂取しときます。ここが自分の通ってた教習所ですね。なんか今年の春くらいにあの教習所が全部新車になるっていう言ってて、あの自分があの卒業した直後ではないから2、3ヶ月後ぐらいに新車が入るとか言ってて、あの自分がちょうど行ってる時はあの一番車古い時だったんですよね。今多分あれ全部新車になってて、カローラですかね、トヨタカローラ、すごいですね教習車でトヨタって。前は日産のなんだっけ、ティーダラティオだったんですけどね、教習車が新しくなってます。いいな、新車教習羨ましいんだけど、まあパッと見はほとんど変わんないですね。ここのヨークは3年ぐらい前にバイトしてたことがあります。そうここを散歩したかったんですよ。おお、ちょうど田んぼが綺麗な時期じゃないですか。いいっすね、ここがあの夏来るとめちゃくちゃ緑が綺麗なとこなんですよね。田んぼ沿いのこの道が好きで、去年の夏あたり結構散歩してたんですけれども、再びじゃあちょっとここを歩いて戻ろうかな。そうこれ自撮り棒だと伸ばせるんで、あのこういけない場所でも接近できるんですよね。よいしょ、これで最大かな、最大にして意外に短いなそうここら辺接近できるっすかね、こう伸ばすと。あんまりここじゃ恩恵がなかったかもしれないけど、あの冒頭でお見せしたあのうちの屋上とかの工場とか撮るときにめちゃくちゃいいんですよね。いやすごい、
空気が綺麗。いいっすね。オール100円自販機です。なんかここの建物前なかった気がするんだけど。アルフレッサ。何の会社だろう。よし、じゃあですね、こっから、あの、止まれの標識のところを、左に曲がると駅の方に、つながるんで、とりあえず駅の方を通って、帰ろうかと思います。ここの休憩場所もこっちいるときよく使ってましたね。電車通学のときにちょっとここであの帰ってきたとき休んだりしてましたよ。何気に居心地がいいんですよね。ちょっとここで休憩。何気に足が痛くて夜中からあのずっと歩いてるんで足が結構痛いですね。あそこの中華レストランはこんな時間からやってるんだ。すごいですね。あそこも何気に美味しいんですよね。高学楼というとこ。ああ。かなり日差しが強くなってきましたね。暑いくらい。よし、着いた着いた。すごい、8時37分、2時間以上散歩してた。いやいやいや。